皆さんこんにちは、笹森ひろきです。本日は激辛チャレンジパート3、ついに来ました、極激辛。もうね、不要な説明はいらないと。一番辛いレベルの焼きそばを食べますよっていう。服装を見てもらって分かると思うんですけど、フルコースの駄菓子をね取った後、僕の胃袋にはもう強い味方がもうね控えてますから、あの駄菓子たちがクッションとなって、この憎たらしいだろこの顔、こいつをね撃沈させようかなと思います。今日はちょっと何本か撮影したんですけど、これが最後の撮影なので、今日もう帰れなくなるぐらいまで追い込んで、見事勝利して拳を掲げて、やーやーやーってな感じで帰りたいなと思いますよ。というわけで、笹森ひろき激辛チャレンジファイナルラウンド、カーン。行くぞ。これヒリヒリしないよね、外触っただけで。なんか痛そうなんだけど、触るだけで大丈夫。あのえぐいパッケージがなくなり、もう丸裸状態。俺に好きミッションも終わりだよって。はいはい、もう分かってますよ。はいはいはい、これ真っ黒ね。はいはいはい、スムーズに入れていく。もうね取れてんすよ。もういやこれやばそうやばそうっていうのはもうね2回目で取れてんの。だからもうね俺はね間髪入れずに食べていくよっていう。今日文句言わずにもうねスッスッ食べて終わらせようかなっていう。じゃあお湯を入れていきます。よし、ではお湯を入れて湯切りしてきたので、ソースを入れましょう。やれんのか。タッタッタン。なんすか今。え、こいつに威嚇したんですよ。ああ、威嚇。行くで。うーわ。見て、重いでしょ。重い。出てこねえもん、全然。うわ、うわ、うわ。やばー。これ、俺味覚ぶっ壊れるぜ、マジで、そろそろ。やるけどね。もう今回はね、本当にいらないんです。ちゃんともうスッスッ食べて終わるんで、はい。5分ぐらいの動画になってしまうかもしれない。ごめんなさいね。ちょっと見応えがねないかもしれないけど。正直さ、色はそんなになんですよ。ただの普通の、ただやばいね匂いが。そう、もう今回はちょっとコーラ飲まなきゃやってやらないんですよ。一瞬辛みが消えるだけで、あとがやばいってのは分かってんだけど、その一瞬一瞬を積み重ねることによって僕の舌の感覚を騙し騙し食べていこうかなと。しゃあ行きましょう。最終バトルですよ。ツーンとくるね。では行ってきます。マジごめん、無理だこれ、無理だ。痛い痛い痛い。ああ、一口目からそんななんですね。あ、やばいやばいやばい、あ、これマジで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 やばい、マジでやばいぞ。もう前回のジエンドですか、話にならないですか。本当に全然倍の倍ぐらいいってマジかこれ。絆創膏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 ちぎれてるちぎれてないちぎれてない、絆創膏絆創膏、痛い痛い痛い。これ正直俺前回も前々回もある程度のことは我慢できた。痛かったよ、めっちゃ辛かったけど死にはしないなと思ってやってた。これはでもね、ベロがダメんだよマジで。これ冗談じゃないよ。マジだよマジで言ってるからね、これマジだから。いって二口目から変わったりするんじゃないですか。確かに。いや無理するって、もちろんこれでいっちゃうの俺なんだよね。こんな進まないか、やべえな。ちょっと分かった、もう負けでいい。これまだ早かった。なるほど。ちょっと今日こんなこともあろうかと助っ人に来てもらってるんですよ。準備できてる？いける？めっちゃ怖がってます正直。でもね、もう俺だったら緩和できるぞっていう、俺だったらもうでもお前助けられるぞっていう方がなんと今日来てくれてるんですよ実は。ではどうぞ。
マヨネーズとチーズこの強力な助っ人を要して僕はこいつを倒したいと思います。美味しくなっちゃったらごめんねって。だってルールブックがないもんね別に。まあ、そうですね、確かに。そのまま食べなければみたいな。大体そうじゃん、いつも漫画とかもさ、こうラスボスと主人公が戦って主人公が倒されてダメダメだった時にみんなが来てくれてさ、アベンジャーズもそうよ、みんなで最後戦うじゃん。でもチーズとマヨネーズが僕を助けに来てくれた、これはもうね仕方ないこと、うん、いわば必然なんで、こいつらを使って僕はいけるかな。マヨネーズで水入れて薄めればいいんだよね、最悪ね。ね、とりあえずじゃあマヨネーズかけて、あのエンマ大王もびっくりだろ。全然出ねえね、これ。開いてます？言って言って、つらいてないよ。ではマヨネーズかけます。結構いきましたね。いやー今回なきゃきついっしょ。多分緩和されるんすかね、マヨネーズで。果たしてどっちにかける。いやでも柔らぐ気はしてますね。いや俺変わらん気がする。ねえ、ほんとですか？量で結構なんとかなりそうな。いけるかな。頼むぞマヨちゃん、俺を助けてくれ。よし、もうべちょべちょのとこ食べるからね。あ、確かにいけるかも。いただきます。ああ、ダメだ。ダメダメダメ。あ、ダメダメ。いてててててててカウンター食らった。いてぇ、柔らぐ、外は。だから食べるとき平気なんだけど、食べてから結局もうその柔らぎに甘んじてるね。これガチだよ、本当に。いてぇ、涙目ですもんね。うわ、お腹が痛いもん、もう。でも今回助っ人もう一人いますからね。そう、僕チーズ好きで柔らぎそうじゃない。ちょっとスライスチーズを入れてみましょう。チーズマヨ、響きはいいもんね。よし、いただきます。痛い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 。これ一生言いたくなかったセリフなんですけど、この笹森ひろきだらけやってく上で言うはずがないと言ってたまるかと。ギブアップ、ギブアップ。っていうのも唇がバカになってきた。今水を口に含んでこうやって冷やしたんですよ、中を。口閉じてんのに気づいたら水がピューって両端から出てきたの。今バカになってる、バカになってると思って。麻酔打たれた時みたいな。やばい、麻酔打たれた時みたいになってた。本当にちょっとこれ以上はこの身の危険を感じた。そうですね、まあ僕もサムリさんもここで殺してしまうわけにはいかない悔しい。いや正直もうこれとこれあればもう全然いけると思ってたんですけど、甘かったね、考えが。全然ダメ。漏れてますね。バカになってるの、唇が。やばいだろ。これからずっと閉じなくなっちゃうかもしれないですからね。そうですよ。困りますよ。どうするんですか。息止めてくださいって言われて、俺だけ。っていう。僕の責任ですね。そうですよ。どうしたら。いやでもこれは本当に僕が挑戦させてくれっていうふうに頼み込んでやったので、今もう悔しい、負けました。あとで謝っときます、あの表紙のエンマ大王様に。そうですね、まあ、今後もしかしたらね、もうちょっと優しいものでこう訓練していけば最終的に食べられるようになるのかもしれないですね。焼きそばとして出てるのでは結構マックスぐらい。そうですね、一番レベルが上で、本当にあの評判もそのジエンドの 2,3 倍って言われてるんですよね。前回食べたのがジエンド、はい、の 2,3 倍って言われてるので、そのさっきサムリさんがおっしゃった倍の倍っていうのは合ってますね。すごいな、俺の
その感覚正常な味覚でしたね。味覚でしたね。いやちょっと本当に悔しい、俺は悔しいです。そして出てこない、もう痛恨の極み本当に悔しい。だけどまあ一時撤退という形で今回は終わらせていただきたい。まあ作戦がね、またこれで一回相手の強さが分かったので、そうやっぱダメ、一発で勝ったら面白くないじゃないですか、逆に。やっぱりこうなんかね、いろいろ経験値を増やして仲間を引き連れた上で倒すのがラスボス。20巻で終わる漫画があったとしたらまだ12巻ぐらい。なるほど、こっからまた始まるから一番熱い展開のところですもんね。そう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 。終わんの。いやまだ終わんないんで、やっぱそうだよねっていう言い訳でいいはい、というわけで、今回国撃からチャレンジファイナルラウンド失敗ということになってしまいました。悔しいけども、まあさっきも言ったけど1位撤退ということで、またいずれか必ず挑戦します、多分。なんでもういいよね、激辛は当分ね。そうですね、ポンポンポーンっていったからね始まった初っ端からポンポンポーンでしたから、ね、そもそも辛いもの苦手なんですよね。俺苦手なのよそう言ってなかったっけ、俺苦手な人が食べてるからね。そうですよね。ジエンドとかもちろんその中本さんもね食べましたけど、食べきってますからちゃんと。そうです、それをまず褒めていただきたい本当に。今回のコメント欄はうわなんで食べれなかったんだじゃない、逆に頑張ったと、笠森よく頑張ったっていうコメントで溢れ返ることを僕は願ってます。なので皆様、温かいコメントをぜひとも1人3件ぐらいしてください。よろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そしてコメントの方よろしくお願いします。それでは、次回の激辛チャレンジ。怖くねえ、言ってましたね、言ったよね俺。次回の激辛チャレンジでお会いしましょうって言いかけましたよね。怖っ、二度とやるか。今急遽カメラ回したんですけど、ね、水飲むとさらにやばいから含んだ方がいい、ずっととりあえずちょっとカメラもちゃんと固定できてなかった急遽回して、これ分かるでしょ、これこれ分かるでしょこれはもうね、良い子は真似しないでねっていうやつ、本当に。